フードバンクの運動というのは決して困っている人に食料を届けるだけの単純な取り組みじゃないというふうに私自身非常に感じます。本当に今いびつな社会だなということを改めて皆さん感じてらっしゃると思うんですけども、特にこの食べ物の問題というのは本当にいびつだなというふうに思うんです。でそれに対して私たち一人一人の市民国民がやっぱりネットワークを作る運動なんじゃないかなというふうに改めて感じます。で何がいびつなのかっていうと、本当に日本というのはグルメな国で、中華から和食から洋食から様々あるんですけども、一方で貧困の国でもあるっていう本当にいびつな社会なんですけども、改めて、このもったいないをありがとうに変えるという運動がフードバンクなんですけども、多分皆さんも自分のところで余ってる食材とか本当は捨てられまだ食べられるのに捨てられる食材ってあると思うんですが、多分どうしていいのかわからないっていうのもあったと思います。また困ってる人もそんなことをやっぱり他人様に言うようなことじゃないっていうような思いもあったと思うんですけども、そういうお互いの違う立場の方たちがこのフードバンクっていう仕組みを使って、いろんなこう困ってる人に届けられる、で、困ってる人の何か役に立つっていうそういう仕組みだっていうふうにフードバンク思っています。まず帳簿明かりそのものは平成15年にシャッター商店街、ここは今は帳簿明かりの事業所になっていますけれども、この辺り一帯帳簿地区は、商店街が十字に走っていまして、ほとんどがシャッターが閉まっている商店街で、その中の、活性化を目的として、地域福祉事業所として帳簿明かりを開所しました。内容的には訪問介護と通所介護、あと障害者の総合支援を、やっております。この辺りはデイサービス、どこのデイサービスもやっていることですけれども、うちは小規模のデイサービスで、そこを生かしてじゃないですけれども、外出レクがすごく人気でいろんなところに外出に行っています。まず私からオープンハウス金町の活動についてお話しさせていただきます。こうした席は不慣れでございますので、どうぞよろしくお願いします。はい、オープンハウス金町は今から1年ほど前に開設しました。金町駅から歩いて2分ほどのごく近くにあります。駅前ロータリーにあります高層マンションの1階で14坪ほどの小さな部屋を利用者兼事業所として使わせていただいてます。シニア向けの講座教室ですね、高齢者の介護予防体操教室などを行っていて、また先月の9月にオープンハウス2を開設しました。実情、3年度間やったんですが、この間にですね、戸田市民の多くの方たちと出会って、多くの困りごとや、相談ごとやなんかに向かい合ってきたということですね。でこの地域課題や問題意識というものを実は商店街と一緒になって暮らしの安心絆ノートというものを作って、現物これなんですけれども、これを社会資源マップとそれといわゆるエンディングノートを合わせたような形のものなんです。これは商店街が商工会の補助事業で作ったやつなんですが、これをほぼ近隣のところに全個配布して、イベントの時にこれを配っているという形になっています。辺野古の基地がですね、また工事が始まったんですが、それが決まった夜からですね、もう僕のところは沖縄の皆さんたちから電話がですね、みんな泣き声なんですよね。それで頑張ってきたけどこうなってる、でも私たちは負けないからねということで皆さん言って、そして実際に朝もたくさんの方が行っていただいたんですけども、翌日工事が始まった時ですね、で終わってから皆さんから電話でですね、今までと全然違うって言うんですよ。ものすごい高圧的になっていてですね、そしてごぼう抜きももう今までとは違って非常に乱暴になって、国で決まったんだと、もう県が反対していることなんかもう意味ないんだというふうな形でこう言う人までいると。でちょっと事情がものすごく変わったなって感じはするんだけれど、私たちは絶対にその、僕にもですね、本土の方たちに分かってほしいと、私たちは非暴力でとにかく魂に訴えかけていくと言うんですよ。